拍手やな。はい、ありがとうございます。ありがとうございますけどもね。いやあれですよ、ほんとね、ここがね、地元清水でしょね、清水。俺清水、だって実家清水だもんね。うん、そこそこ、うん、もうすぐそこなんだよ。うん、だからね、大体ここら辺のね、あの、キチガイがどこにいるかって分かんない。うん、今もいんの、あの声優でさ、あの、マッカチンっていう人いるのか、いるのかな、もういないかな。俺のね、ガキの頃ね、声優でね、あの、マッカチンがいるとかつってね、バカすげえ有名になったんだよ。それ何かっていうと、あの、すげえ変質者で、おいおい、ちょっと来いよつって来たら、チンチンをバカって見せるわけ。そしたら、あの、公衆便の受話器ぐらいチンチンがでかいって。それが真っ赤っかだったんだよね。うん、それでマッカチンっていう噂だったよ。そうそう、マッカチンもういないですかね。気持ち悪いよね。俺は見たことないよ。俺は見たことないんだけど、チンチンがもうこんなの受話器で、マッカチンだっつってね、あの、見た人は言ってましたよ。うん、そうそう。あ、トントンバ、トントンババいる。トントンババトントン知らない？トントンババっていうのは、俺、おかしょうなんですよ。おかしょう知らない？あの、そこにね、おかしょうっていうのがある。おかしょうの二中だったんですよね。で、知らないか、知ってる？思うでしょ、おかしょう。おかしょう、は、浜田中二中。あ、お、一緒じゃん、一緒じゃん。一緒じゃん。万世町、俺、春日町。うん、ほいでね、なんかその、トントンババっていうのがいて、なんか知らないけど、学校のね、校門に入ってくるなんか吉がいるじゃん。それがね、いるんですよ。いるのかと一緒に入ってくるんですよね、吉がいが。ババアがね、つえついてババアが、タタ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 タって来て、子供がなんかね、威嚇するんですよ。リャロリャロって、威嚇するトントンババアってのがいっぱいあるんですよ。うん。だからね、でもそういうね、吉がいばっかだったんですけどね、まあ、こじきはあんま少ねえか、ここら辺な。うん。少ない、だから綺麗だもんね、清水ってね。そうそうそう。で、俺がね、高校まで清水にいたのかな。で、高校まで清水にいて、大阪に行っちゃったんだよね。だから、何年ぶり？二兆年ぶりぐらいかな。うん、でも何この、そうそう、結構今日いっぱい入ってるけど、あのね、3日ぐらい前までチケット1枚ぐらいしか売れてなかった。やべえやべえってなって、どうなんだって言って、ちょっとブーってやっきりしたらバーって売れたって。そうそうそう、ね、あ、みんな静岡の人、静岡の人、手挙げてください。あ、嬉しいね。ねえ、あの、静岡、そう、静岡のさ、俺昔ジーメスっていうコンビだったって知ってた？知ってる人拍手。それでも少ないね。なんでこういう芸風になったかっていうと、あれなんですよ、静岡のさ、方言がすごいじゃん。だから突っ込むに向いてないんですよね。で、静岡チャッパってやつとコンビ組んでたんですよ。でも俺がボケて、静岡チャッパってやつが突っ込んで、最初突っ込んで普通の漫才やってたんですけど、俺がボケたら静岡チャッパがなんでだよとかって言うから、その当時大阪に行った時にもう方言が受け入れられなかったね。全然受け入れられなかったの。そしたらどうしようかなと思って、なんでだよっていう突っ込むのタイミングで、あーっていうのを入れたんですよ。そう、方言が交差したの。だからね、そうなんですよ。全然ね、普通に、大阪弁とか喋れたら全然こういうゲーム なかったんですよね。うん。